皆さんこんにちは、中川由紀です。今日はお腹が引っ込んでくびれる飼い出しの立ち腹筋をご紹介していきます。というのも多くの方は腹筋運動、体を縮めること多いと思うんですが、実はお腹の筋肉って縮めれば縮めるほど引き締まりにくくなるということをご存知でしょうか。今日はこの腹筋に関する解剖学、体のメカニズムをしっかり理解してから立ち腹筋をすることで圧倒的にお腹が引き締まっていきますから、今日も一緒に体の仕組みから学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、腹筋はこのように胸から骨盤につながっています。そしてこの筋肉というのは基本的に体を丸めるときに働くので、鍛えようと思うと丸める方非常に多いと思うんですが、実は筋肉って仕組みとしては縮めることよりも伸ばすときの方がエネルギーをたくさん使うんです。さらに筋肉って縮めれば縮めるほどこの伸びと縮みの振れ幅が小さくなってしまうので、縮んだ筋肉を頑張って鍛えてもなかなか効果が出てくれません。というのも現代人って基本的には体を丸めて縮めることの方が多いですよね。デスクワークやスマホに家事、ずっと腹筋は縮こまっています。ですから腹筋を鍛える前にしっかりとお腹をストレッチ伸ばすことによって逆に腹筋運動の効果が出やすくなってくれるわけです。ですから今日は2ステップで構成をしています。まずステップ1でお腹の筋肉の柔軟性チェックをしましょう。その後にお腹を伸ばしたり縮めたりする動きをバランスよく組み込んだ立ち腹筋を構成していますから、今日も一緒に頑張っていきましょう。ちなみに今日は結構長めに時間をとってますので、きつかったら休憩してもらったり、もしくは倍速再生とかにしてもらっても大丈夫です。きついなと思うかもしれませんが、きつければきついほどそれは自分にとっての伸びしろです。今日も一緒に成長していきましょう。それではチェックから行います。では胸の前、足は腰幅です。このまま上半身を反らしていきます。この時お腹にしっかりと力が入ったり伸びる感覚があればバッチリです。これが腰や首が辛い痛いという方は NG です。エクササイズをした後はしっかりとお腹が柔軟になって、この動きが楽になっていますから楽しみにしておいてください。それではスタートです。さあそれでは立ち腹筋やっていきましょう。まずは胸を反って丸めて、お腹全体をしっかりとストレッチ。腹筋を効かしたい方はまず溝落ちや胸をしっかり突き出して、そうです、普段猫背で丸まったお腹の前をしっかりストレッチ。そうです、筋肉を鍛えたい時はまずしっかりと伸ばしてください。いいですよ、伸び縮みができるから筋肉っていうのは美しく引き締まってくれます。特に固まりやすいお腹の前や胸のあたりをしっかりと突き出して、そうです、しっかりと肘後ろに引いて肩甲骨を寄せるような感覚、もう1センチ胸を前へ、ナイス、バストアップ効果もありますよ。そうそう、その調子繰り返して、これをするだけでお腹の締まり方大きく変わってきます。深くステップ吐いての繰り返し。はい、今度はカエル立ち腹筋。今反ったお腹や胸イメージして脇腹を使って、ふう、吐いて吸って、吐いて吸って、ゆっくりでいいですよ。ペースも倍ぐらいゆっくりしてもらっても大丈夫ですし、無理なくできる範囲で、しんどかったら休憩してもちろん OK。 いいですよ、人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。ナイス、肘膝を近づけ脇腹に力、ナイスです。脇腹、腰回りのお肉を撃退していきます。そうです、呼吸は止めないように、今息が止まってた人は注意しましょう。首から力が抜けていきます。そうそう、呼吸を深く、そしてリラックスできればどんどんお腹が引き締まっていきます。ナイス、 OK。 じゃあ今度は反対側も同じようにいきましょう。はい、肘膝を近づけていきます。よいしょ、しっかりと持ち上げて、はい、アップダウン、アップダウン、いいですよ、ペースは自分のできる範囲でいいですからね。そうです、使ってる筋肉を感じることが大事、自分の筋肉と会話をしながら。そう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 、ナイスです。今日はめちゃめちゃ暑くなると思います。汗だくになると思いますから、水分補給しっかりしといてくださいね。はい、繰り返していきましょう。常に僕も体が熱くなってきています。そうです、どんどん代謝が上がっていくようなイメージ湧いてきましたね。そうそう、その調子、
ウエストもくびれてお腹も引き締まっていく、そんな理想の自分を意識しながらエクササイズしていきましょう。エリテを具体的に未来をイメージすることが大切です。さあ、そしたら今度は後ろにツイスト、自分のかかとをタッチしていきましょう。よいしょ、ナイス。バランスが難しいなと思うときは上半身のねじりだけで OK。 ちょっとバランスが難しいっていうときは足は大きく開いて地面に置いたまま、上半身だけねじっても大丈夫ですよ。選んでください。ふう、そうそうそう。ちなみにこれしっかりかかとが触れるようになると体がねじれてきますから、腰痛や腰肉の予防解消にも効果的です。特に朝起きた時腰が痛いって人はこのねじりができていません。しっかりと寝返りが打てるぐらい、このかかと触れるぐらい体をねじっていきましょう。そうです、お腹の引き締め以外にもいろんなたくさんね、体にいい効果がありますよ。オッケー、はい、今日はめちゃくちゃしんどいかもしれませんが、それだけ体も引き締まっていきます。辛い時しんどい時はそうです、伸びしろですね。いいですよ、いくつになっても成長していきましょう。ナイス、その調子その調子。辛いなっていう時は足を置いて、上半身もお休みでも大丈夫。ナイスです。もうこの動画をつけてチャレンジしようと思ったあなたはそれだけで偉い。いいですよ、そう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 。脇腹を意識しながら吐いて吸って、かかとをタッチ、脇腹を縮めて、そうです、くびれがどんどんできていきます。さらに足、太ももやヒップも引き締まっていきますよ。屈伸を深く、オッケー、いい感じいい感じ。そうですそうです。さてさて、今度はツイストしていきますよ。はい、脇腹腹斜筋を使います。くびれを作る筋肉です。ナイス、膝を持ち上げたら上半身は膝の方向にしっかりツイスト。脇腹にギュッと縮む感覚出てますね、それが大切。ナイス、深く吐いて吸う、吐いて吸う。そうです、呼吸はこういう一気に力を入れるときは一気に吐く吸う吐く吸う、そう、強く吐いたり早く吸ったり、いろんな呼吸の仕方も練習していきましょう。ゆっくりが慣れてきた方は早くしたり、どうしても早く呼吸しちゃう、浅くなっちゃうっていう方は逆にゆっくりでもいい。自分の苦手な種目をどんどん克服して成長していきましょう。ナイス、そうです。あ、いい感じ。靴下脱げますからね、皆さん気をつけて。はい、今度は反対、それでは行きましょう。脇腹ツイスト、ほっ、目いっぱい吐いて吸って、吐いて吸って、どん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 お腹がくびれていくような感覚。そうです、いいですよ。しっかり遠くから肘を引く、上半身はどうやってねじったらお腹に力が入るか、常に自分の筋肉や関節しっかりとイメージをしてください。皆さんも僕が今着ているこの筋肉シャツみたいな同じような筋肉がしっかり動いていますからね。そうです、しっかりと腹筋を意識。ナイス、その調子。そうそうそう、良くなってきました。ナイスです。ふう、オッケー。さあ、それでは今度は逆腹筋、しっかりとグッと胸を丸めた後少し反らすような感じ。はい、これもしんどかったら足置いたままでもいいですよ。ほいしょ、背中を丸めて反らす、丸めて反らす、そうですそうです、いいですよ。しっかりと反らす時にお腹が伸びる、はい、その調子その調子。最初にやったようにしっかり背骨を反らすことができる人は丸めるときにより筋肉が縮むから腹筋が使えるようになってきます。いいですよ、お腹を使って足上げて肘膝を近づける、そう、足を引き上げることで股関節を使いますから
これ実は足汗ヒップアップにも効果があるんです。いい感じいい感じ、そうですそうです、よくなってきました。ふぅ、もうちょいもうちょい、あと一息でこの種目おしまい。 OK、 はい、どうでしょうか。最初にも上半身を反らすのが楽になってきていると思います。なかなかお腹がへこまないと思う方は、逆にお腹を伸ばすような動きたくさんやってからエクササイズに移ってみてくださいね。このように体の仕組み解剖学を学べば、美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は、概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 UFIT 1週間無料体験してみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて回答していますから、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。